おお、二人とも奇遇だね。いや。こんにちは、ピトフーイ、エマ。うんうん、アファシスちゃんは今日も可愛いね。はあ、こんな子がうちにもいたらいいのに。どう？アファシスちゃんを私に売る気はない？いいねで買うよ。マスター、私もずっとマスターのアファシスでいますよ。そっか、残念だね。ま、もしもその気になったらいつでも言ってよ。ずっと待ってるからさ。もう諦めた方がいいと思うが。あら、私がそう簡単に諦めるような女じゃないことはあんたが一番よく知ってるんじゃないの。しかし、アファシスが手放されるのを待っても仕方ないだろう。その可能性はゼロに等しい。そうですよ、私とマスターはずっと一緒です。確かにそうね。なら仕方ないか。売ってもらえないなら自分の力でゲットするしかないわね。おい待て、一体何をするつもりだ。何慌ててんの。正規のルートで入手しようって言ってるんだけど。ああ、いやならいいんだ。俺はてっきり強奪するつもりかと。それもいいけど、さすがに仲のいい二人を無理やり引き離すのも気分悪いしね。というわけで、どうやってアファシスちゃんを入手したのか教えてくれない？なにそれ、答えになってない。いや、それだけ運の比重が大きいということだろう。何せ GGO 内でもほとんど誰も持っていないレアなものだからな。実力や努力よりもプレイヤーの運によるところが大きいはずだ。リアルラックってわけか。私はあまり自信ないな。一般的に言えばむしろ運がいい方だと思うがな。あ、もしかしてあのことを言ってる？あれは私からしたら不運にも程があるっつうの。あれ、一体何の話ですか？ああごめんごめん、こっちの話だから気にしないで。まあ運のあるなしで言い合っても仕方ないか。リアルラックなんて測れるもんでもないし。いや、ちょっと待って、測ろうと思えば測れるのか。なんだ、またろくでもないことでも考えついたのか。まあまずはおとなしく聞きなさいな。今からみんなでロシアンルーレットをしましょう。は、ロシアンルーレットで勝つ、それってリアルラックでも勝ったってことじゃない？つまり私もアファシスを手に入れられるってわけよ。筋が全く通ってない気がするが。あの、そもそもロシアンルーレットって何ですか？いい質問ね。ルールは簡単よ。リボルバーの弾倉に銃弾を一発入れて、弾倉を回して交代で銃口を加えて引き金を引くだけ。あの、それって自分を撃っちゃうんじゃ。6分の1の確率でね。嫌です、そんな怖いことしたくないです。あら、ならアファシスちゃんはいいわ。私が戦いたいのはあなたのマスターだけだから。なら、あんたは強制参加よ。何ビビってんの。大丈夫大丈夫、所詮ゲームなんだから死ぬわけじゃないって。というわけで、ほら M から。
あら、生き残ったのね。ま、今ここであんたに死なれても興ざめだし。というわけで、ほら、次はあんただよ。M、銃を渡してあげて。さーて、あんたのリアルラック、見せてもらうわよ。へえ、生き残ったか。それじゃあ、最後は私だね。あんたを超えられるといいんだけど。さあ、行くよ。生きてる。どうやら全員引き分けのようだな。いえ、生き残ってるんですから、みんなの勝ちですよ。何言ってるの、アファシスちゃん。生き残ってるんだから全員負けよ。6分の1の確率を引いたやつが一番運がいいに決まってるでしょ。弾が出たら当たりよ。いや、ロシアンルーレットでその理屈はどうなんだ。何、あんたまでそんなこと言うの。まあでも確かに撃たれて勝ちってのも格好がつかないわね。だろ。なら今度は弾を5発入れてもう一度やりましょう。これなら生き残ったやつが勝ちよ。それはもはやただの自殺じゃないか。